76年春、私たちはキネマ旬報市場で、ルポライター竹中朗氏が昭和3年に公開された山上伊太郎脚本、牧野正弘監督、浪人街の再映画化を進めていることを知り、期待に胸を弾ませた。その夏、私たちは映画評論家滝沢はじめ氏の紹介で東映京都撮影所を訪れた。
んじゃい。もうやだけだよ。勝負したる。ほらやらんかい。なんぼでも生き返ったるぞ。さしてみや。ささんかい。あんまやらんかったら本当にいて回れるんやぞ。あいた。ほんまに刺したらあかんやんで。
I'm going to go to the next one.
牧野正弘監督が浪人街を演出したのは二十歳の時であり、脚本の山上太郎氏は24歳。浪人街はその年のキネマ旬報の第1位に輝いた。やっぱりでも、何かなって思います。
まあ、それは京都に撮影所が一番作ってたということは、京都の産業を。そして最後に私たちは、昭和51年に制作されようとしている浪人街の監督、深作欣二氏にインタビューをした。
だから自分で気に入った仕事ってのはなかなかできやしないし、今までやっぱり映画を作って小屋へ行って、いい気持ちになった覚えは一度もないもんな。僕もいつもしもたしもたと思ってばっかりで。Thank you.
Thank you.